宣言通りの先行積極策となるのかそして5番の山原は展開どう見極めるかそして7番の高橋が山原を追っています初手の位置取りです残りは2周1コーナーから2コーナーへと向かっていく心持ち6番の細田が3番手前との車間を切っている2コーナーからバックへと向かっていきます1番の林もペースアウトの距離を取りました レーーサー対比で3コーナー打賞ですさあいった5番手4番の吉村が行きました吉村が仕掛けていく4コーナーは回っていく1番の林も前前と踏んでいくさあ5番の山原も吉村の後ろをつけていくかさあ4番の吉村が逃げる5番の山原が2番手そのまままくり上げていきます 叩いて先頭主導権は5番の山原代わってバックストレッチを先頭通過6番の細田愛美が2番手そして3番手に4番の吉村こらえてその後ろ4番手1番地元の林4コーナーから直線コース先頭5番の山原さくら6番の細田愛美が迫ってきて並んでのゴール5番山原か6番の細田かでは改めて10レース決定です1着6番細田愛美 2着、5番山原さくら3着、4番吉村さやか